はい、おはようございます。いつもの場所ですけどね、最近結構雨がね大量に降ってね、ここせき止められてたんですね。土木工事やってね、せき止めてたんですが、またね流れ始めましたね。いつも行く場所ですけどね、ここは本当に川の流れがねせき止められてたんですけど、こんな感じで流れてます。で、僕にとってはねこの方がいいんですね。川のねせせらぎがね聞こえてねすごく気持ちいいんです。ということで、今日も一日ね、スタートしていきます。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。今日はですね、三男の弟ですね、4月からね作業所に行くということで、その契約にね来ましたね。で、契約がね一応ね終わってですね、そしてまあちょっとね、帰り道ですね、ちょっと作業所の近くの神社がねすごくいい感じなんでね、ちょっとね、撮ってみましたという感じですね。ちょうど子供が遊んでるね、いい季節です。桜はね満開。あ、お母さんが向こうにいるね。まあ、とにかく今日ねお話をね、作業所の方とねいろいろお話しして、またね見学ということでね、実際に今、作業をやってたんでね、活動をやってたんで、それを見せていただきましたね。すごくね本当に場所がねのんびりした場所なんでね、本当にいいです。ここに大きなありますけどね、これ電話かなんかのアンテナだと思いますけど、またね1週間後にね三男の弟を連れてね一回来ることになりましたね。それでまあ一応いろいろどうやっていくかっていうね作戦会議ですね。そしてその、が終わった、ちょうどそうですね2週間後3週間後からは、月曜日からね金曜日まで、朝の9時から夕方の4時までね、グループホームから送迎のバスでね、ピックアップしてもらってね行くような感じになります。よかったです。桜がねすごく綺麗。まあ本当桜はね今しか撮れないんでね、どうしても同じような動画今回3回目ですけどね、桜撮るのね同じような感じになってしまいますけど、はい、ということでね、今度弟がね通う作業所の近くにもね散歩するにいい神社ですね。実際この辺散歩に来てるみたいですんでね、そこの作業所の方がね、ひょっとしたらうちの弟もねここ来るんじゃないかな、ひょっとしたら、車椅子か歩きか、どっちかでね。はい、ちょっとうちの弟の場合はちょっときついかな、車椅子がないとねこの距離はね。はい、ということでね、新しくね弟が通う作業所の近くにね、いい感じの神社を見つけたよというね、ちょっと動画にしてアップするかどうかは分かりませんけどね、
急遽撮ってみましたということです。はいはい、三男のね、弟のね、作業場の近くを今ドライブしてる感じですけどね、またまたここもねいい場所なんでね、ちょっと、カメラに撮ってみようと思います。なんかちょっとコーヒーとかね、お菓子とかね持ってくればよかったかなと、思ってますけどね。今回ね来るところもね、弟、まああまり詳しく言うとね場所がバレてしまいますけどね、まあ、天竜川の河原の近くですね。今車の中から撮ってますけどね、小さな桜がね、公園がね河原沿い の、 堤防道路の横にねこう公園がね、小さい公園が、あります。しかもね本当にここ浜松の本当に東隅ということでね、人口密度もねそんなないんでね、平日ですから人は当然いませんし、多分日曜日とか来てもねあんま人いないんじゃないかなこの公園。一番向こうにねトイレがありますね。そして河原です。はい、本当にね暖かいですね。もう春ですね、本当に完全に。もうフリースはね着なくなりましたね。ウムイズの声聞こえるかな。こういう感じのベンチとかねテーブルがあったりして、一番向こうにね、トイレがありますね。簡易トイレだと思いますけども、本当にねこう、芝生がね、なっててねいい場所です。その割にはね多分ね利用者は少ないんじゃないかなここな、そんな気がします。場所がね、目立たない場所にあるんでね。はい、ちょっと分かりにくいですけどね、桜とちょっと、桜よりもねちょっとね、ピンク色の濃い、桜がありますね。こちらがそうですけどね、今ちょっとね、見たらちょっと僕も知らなかったんだけどね、里桜って書いてありますね。ピンク色がねすごくね濃いですね。こちらはね普通の桜ですね。ほんと満開。本当にいい感じですね。1週間後にね弟とねもしここに来てもね多分桜はもう散ってますけどね、まあしょうがないですね。はい、基本処理です。いつもありがとうございます。今日はですねこちらの靴ですね、ハイキングシューズですけども、以前ね動画でね、こちらのねなんて言うんだろう、靴の底がねちょっと剥がれかけたんでね、接着剤で修理しましたよみたいな動画を出しましたけれども、そちらの靴ですね、これはね毎年冬になるとねあったかいんでね履いてるわけですけどもね、ついに春になったんでね、今年はもうお役御免ということで、今度の冬まではね、あんまり使わないですね。だからですね、洗おうと思います。そしてね今日ね実はこんな感じでねすごく汚れたんですね。こういう感じで草のね草がちょっとついてるような感じでね、枯れ草みたいなのが、まあもうこんなに汚れちゃったんでね、とにかく今日は、もうそろそろ使わないでね、丸洗いですね、洗剤を、使って丸洗いしていこうと、思います。
あまりにもね、草がついて汚いんでね、洗剤を入れる前にね、まず水で洗いますね。実はね、この靴ね、あんまり洗濯した記憶がないんですよ。意外とね、汚れが目立たないね、アウトドアの靴なんでね、あまりこう汚れ目立たないんですよね。だからね、以前洗ったのはね、そうですね、3年ぐらい前かな。草がだいぶ取れましたね、これ。汚れがね。バケツを変えてね、ちょっとだけ。これぐらいね。はい、これで持ってきますね。こんな感じで洗いますね。まあ本当にね、この靴はね、本当に10シーズンはちょっと大げさかもしれませんけど、冬の間、そうですね、8年から9年ぐらい使ってますね。8シーズンから9シーズン。本当にあったかくてね、履き心地が良くて丈夫でね、この靴をね、修理した時にね、もうそろそろこれ十分使ったからね、新しいの買ったらどうですかっていうね、意見もね、コメント欄に来たんですけどね、僕はね、やっぱりちょっともうちょっと使いたいなっていう、結構気に入ってるんでね、これね。あとはね、新しい靴買いに行くのがめんどくさいっていうのもありますね。で、僕はあんまりショッピングがね、あんまり好きじゃないんでね、新しいものを買いに行くっていうのがね、娯楽にはならないんですよね。むしろね、ほんと、変わらずに使い続けてる方がね、めんどくさくなくていいっていうね、新しいの買うより。ブラシが入らないから、中は手でちょっと軽くやる感じで、やっぱりあれね、ちょっとそんなに汚れてないとは言いながらも、やっぱりこう水を見るとね、かなりちょっとね、茶色いというかね、灰色のね、水になってきましたね。まあこんな感じでちょっと、そうですね、1時間ぐらいつけとこうかな。はい、こんな感じで1時間、つけときます。はい、1時間つけましたね。どうかな、少しは綺麗になったかな。あんま変わんないように見えるけど、はい、こちらは捨てますね。すすぎですね、次は。押し洗い。もう一回だけ水を変えようかな。そうだね、靴なんかもね、洗い方って、あまり考えたことないですね。今度ネットで検索してみますね。しっかりした靴の洗い方みたいなのもね、次靴洗うときはね、運動靴。しっかり検索してね、それをね、やってみるみたいな動画を、作ってみましょうか。ね、あ、これ洗う前に気がつけばよかったな。次やりますね。よいしょ。よし、よいしょ。はい。はい、原始的な脱水。これで脱水終わりですね。
靴はね、日陰干しが鉄則らしいですからね、このまま、置いときますね。はい、ということで、今日はですね、ハイキングシューズをね、選択しましたね。